一番ここかなってところ切れた。これでもさ、試合の時にさ、入場かっこよくなってたらちょっと嬉しいよね。いや嬉しいですよね。俺教えたやつだみたいな。これで、鶏みたいになった結局後悔みたいな。対能力っていうんですかね、その、はいはいはい、自分の成功権をしっかり分かってるというか、はいはい、そのなんかね、反応スピードと、あと体の使い方とか、あと拳がめちゃくちゃ硬いんですよね、あの兄弟。気をつけてください。はい、それで、はい、お願いします。今日はちょっと技を、ね、僕の、まあ、一番得意技としてるボディを、はいはいはい、あのユースさん左ボディ、そうです、左ボディですよ。特にあのオープンフィンガーとかの距離で、どのタイミングでボディ打つのか、そこなんですよね、はい、そこもちょっと今日はあの最初から、はい、まあ、ボディの打ち方って結構みんなこう手を伸ばして、はいはい、パチンってこう当てたりとか、はい、基本的にこのボディのこの距離って分かんないじゃないですか、はい、で、この距離にどこで合わすかって言ったら、この手の曲げ伸ばし、例えばショートのボディ、この近い距離のボディ打ちたい時やったら、めっちゃ折りたたんでこのまま出すんですよ、うんうん、例えば普通に普通のボディやと、なんかこう伸ばしたまんま打つと、こういうところに当たるんですけど、はい、まんま真っ直ぐ突き抜けると、ああ、そうなんですか、全然違う、そうなんですか。あ、どうですか、あのまあ、すっかりこのちょっとね、ちょっと温度軽くでやってみてました。歩くサンドバッグが出るここに力を抜けるイメージ。あー、そう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 、こうやると全部こっちに体重が伝わるんですね。で、威力が上がる。これとうわ、そう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 、すごい、そうですよ。だからそれでちょっとやってみて。そう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 、おお、ナイスナイスボディ。来ました来ました、お前早いっすめっちゃ早いっすか、お前。ああ、ナイス、おお、ナイスボディ。多分力入れるというよりか面にちゃんと当てる、はいはいはい、垂直に当てれるように、そんなに力入れないです、うん、マジボディ、はい、僕の方に、おお、ああ、そっちの方がいいっすね。おー、ナイス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 、後ろか、おい、いけいけ、分からん。でも、この力をちょっと練習してもらう、なるほど、っていう感じですね。そうだ、ちょっと明日、はい、あの朝倉未来選手とちょっとコラボが決まってまして。明日っすか。そうなんですよ、このリングで決まってまして、そうなんですよ。1000万企画の時に朝倉未来君にすごいバカにされて、喧嘩もしたことないでしょみたいな、却下みたいに言われて、そこからちょっと火ついて、来週に出るまで繋がった。あ、じゃあちょっと因縁の対決っちゃ因縁の対決なんですね、僕の中ではね、はい、僕の中では因縁の対決なんで、はいはい、一発当ててやるっていうのが僕の目標であるんです。一発でも当てたらすごいですよ。そうですね、はい、いや、もう本当に一発の当たらないですよ本当当たらないですよやっぱ一番当たりやすいのがやっぱ左フックですね、はい、左フックか、まあ、左ボディとか散らして構えてます。じゃあこの時に、モーグで、そう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 、それをストレートに潜りながらやる。これをユイさんがあの今日練習して、明日やったら当たるかもしれないです。まあちょっとそれ、その映像楽しみやな。残り10秒とかに当てて逃げ切るっていう。走って逃げるんです。明日ちょっとそれ当てましょう。はい、ちょっと練習します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。組には行かない方がいいですよね、多分。まあ組に行った
たらちょっと1本取られる可能性は大きいですね。試合前みたいな感じなんマジで対策しに行ってるみたいな。いやでも俺の中では結構そうだな。まあ確かにそうっすよね。あちょっと当てに行ってたらなんか目の色変わりそうだなって。あそうっすね。けど当てに行ってほしいっすね。当てに行った方がいいっすよね。入場だけじゃないんだぞ。そうっすね。そうっすね。はい、陸上はバッチリやっときますんで。それは陸中部かけます。ちょっとイメージ湧いてますよ、明日の。そうはね、ここで次の試合がめっちゃね、あれっすね、期待されるというか、そうっすね、注目されるっすね。その最終マッカーズもらったのがマジで引いちゃって、はい、全然足踏ん張り効かなくなって、うん、デビュー戦カーブでそっち怪我してるわ、こっちカーブ蹴られまくってやばいみたいな感じ。でも戦えたんですか、カーブ引いちゃって。もう根性っすね。僕なんかが出てきても、なんだこいつって思わないいや、思わなかったっすね。いや、なんだこいつって、まあ、思ったっすけど。あれやこれ。動画撮ったりとかするのに、コンサルタントが来てもらってるところなんで、よく来てるブランドの服。へー、L と M があるんで、はい、両方とも。あ、両方ともですか。はい、よかったら。え、本当ですか。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ちょっと L ちょうだい。はい。長袖です。タインっていう、タイン殴り星っていうブランド。へー、ありがとうございます。ありがとうございます。